だったらこうしてみませんかというお話です。大丈夫、俺に任せろ。おっかねにクレッシェンド。はい、今回は音楽家に最大150万円の文化庁の補助金のお話なんですけれども、2021年はこうしようというお話、補助金編、補助金の話ですね。まあ文化庁の補助金ですから、補助金の話をしていきたいと思います。本日のお話こんな風になってます。文化庁の補助金の概要が出ましたね。まあ先日お話ししました。この動画の中でもお話ししました。で、まあ個人の方の、まあ、補助金がまあほぼ今のところないであろうということですね。で、この2021年のじゃあ文化庁をはじめとする補助金、いろいろまあある可能性がありますね。で、こんな準備をしてみましょうと。まあ、先ほどのね、個人からこう団体の方に移っていっちゃった、大規模なに移っていっちゃったらしいぞっていうところも踏まえて、こんな準備をしてみようというお話になります。はい。というわけで、まあ、今日もね、初めにこのお話しますが、ここ、いつものお話になりますので、ここ見慣れてる、知ってるって方は、シュッと1分ぐらい送っちゃってみてください。この動画、パワーポイントで作ってるんですけれども、これをまあ PDF にしたものですね。これをまあレジュメと呼んでますが、音楽のLINEアットっていうのがありまして、この下の方に説明欄、概要欄の方に音楽のLINEアット URL 貼ってあります。こちらの方をポチッとクリックしていただいて、クリさんレジュメちょうだいとか、レジュメがいっぱい入ってる Google ドライブのリンクをちょうだいっていただければ送ります。そして、今のところですね、このLINEアットで質問や相談ができるんですけれども、こちら、大変お待たせしている時もあります。3日から10日ぐらいの間でこう推移しておりますが、これ今のところですね、まあ、今のところ栗原が全部直接返信してますので、まあ、ちょっと何日か待ってもいいよっていう方は、ぜひ質問相談をお寄せください。遠慮なくどうぞお待ちしております。はい。というわけで本編入っていきますね。こちらになります。で、基本的な姿勢です。このね、補助金、2021年の補助金に対して、ね、助成金に対して、協力金に対して、給付金に対して、どんな考えで臨んでいったらいいのかというとですね、もうこの一言で言うと、この言葉につきます。とにかくアンテナを張っておこうということです。とにかくアンテナを張っておこうってどういうことかというとですね、はい。こちらの3つになります。これね、2020年に持続化給付金から始まって、東京都をはじめとする各都道府県の休業協力金、それから、つい最近までね、申請受付ってして、今こうしている、今もやり取りをしている文化庁の補助金、こういったものいっぱいあったと思うんですね。で、ここをやった方は、確かにそうだなっていうふうに思っていただけるかと思うんですけれども、まずですね、どんな変更があるかわかりませんって、これもう、本当に山ほどありましたよね。事業所得じゃなきゃもらえなかったと思ったら、雑所得ももらえるようになったし、給与所得ももらえるようになったんだけど、全然なんか厳しい変更だぞとか、いろいろあったじゃないですか。それからなんかこうね、申請画面がぐらっと変わってみたり、ね、いろいろありました。どんな変更があるかわかりません。文化庁でもいろんな変更があったと思うんですね。基本的には緩くなってったと思うんですけれども、途中からそんなものも作んなきゃいけないんですかとか、どんどんこういった変更があるかわかりません。なので、こういった変更とかを、こうね、逐一漏らさず、結局あなたが損傷してほしくないので、こういった、どんな変更があるかわかんないので、アンテナを張っておいてほしいということになります。そしてもう一つ、これですね。どんな新作が出るかわかりませんよね。新作って言い方しましたけれども、例えばです。2020年であれば、今、さっきね、言った3つ4つの中で言えば、持続化給付金がね、一番最初に出ましたね。3月4月頃に出まして、で、知らない人もいっぱいいたけれども、なんかそれ100万円もらえるらしいぞーとかって言っていきました。あれも新作でしたね、当時。そしてその後、有名なところで言えば、東京都の休業協力金なんていうものをね、4月5月あたりに出てきたりなんかして。そしてその後夏ぐらいから、結局12月の11日まで受付してましたけど、文化庁の補助金っていうの新しいものが出てきたり。これ、知らなかったら結局お金もらえない。今回だったら、俺が知ってる人とかだと、文化庁が150万円、それから、持続化給付金だと100万円、そして東京都2回やってると50万円、50万円で150万円ということで、350万円もらえてる人がいるんですね。これも新作が出ているっていうのは何かで友達から聞いた、YouTube で知った、なんかで見た、みたいな、ググってみたら出てきた、みたいな、音楽家補助金もらえるとかで検索してみた、こういう方が多かったわけです。なので、アンテナをぜひ貼っといてほしいと思います。そして3つ目、どんな解釈が出るかわかりませんっていうことですね。これ、文化庁なんかはすごい多かったと思うんですけれども、解釈がどんどん緩くなっていくって、文化庁本当典型的でしたね。例えば、括弧2っていうのが、まあコロナ対策ってあるんですけども、最初の頃はそのガイドラインに即したとか言われてるんで、まあマスクとかアルコールとか検温とか、そういうのぐらいじゃないのみたいなね。あとパーテーションとかね。だと思ってたら、なんと後からもうコロナ対策を施しているのであれば、ね、舞台用の小道具まで OK なんて言って、そういうので OK もらった音楽家さんいっぱいいたじゃないですか。解釈っていうのはどんどん、これ本当に解釈は本当に変わってきます。Q&A なんかが出て、こういうのが最初の頃ダメだって言ってたけれども、こういう風にしていただければ大丈夫なようになりましたとか、雑所得の方もここのところに赤書きで、ここに私の収入入ってますって言えれば OK ですとか、どんどん変わってきました。で、この解釈っていうのは本当に追ってないと、特に解釈に関しては文化庁から出るニュース、今回だったらね、文化庁とか、その主催している省庁から出るニュースとか、あと、まあ、我々プロが出している情報ですね、YouTube をはじめ、ブログ、SNS、いろいろあると思うんですけど、こういうのをですね、ぜひ、まあ、追っといて、いただければなというふうに思います。アンテナを張っといてくださいっていうのはこういう話です。で、文化庁の補助金のお話に、移りたいと思うんですけれども、で、どうやらこの文化庁の補助金、この前ね、ちょっとお話ししましたけども、個人の方はちょっとこう、今のところ、今日のところですよ。補助金はどうも出てないと。フリーランス向けの補助金は出ていないと。で、こういうのも、いつ新作が出るかわかんないですから、やっぱり個人にも補助金出すことにしようっていうのいつなるかわかりませんから、アンテナ張っといてくださいね。はい。話元に戻します。個人の方は今のところ出ていません。どうやら団体向けとか大規模の取り組み向けの方に方向にあるように読めますよね。シフトしたように、舵を切ったように読めますよね。この前の文化庁のあれ見たら、一緒に見た資料ですね。どう見てもこう読めますよね。はい。じゃあ、こういう時に、なんだよ、個人向けなんか出ないのかよって分かりました。はい、おしまいって言って、ブーって沈んでっても、1円ももらえないし、あなたの音楽活動も上向かないじゃないですか。だったら、こうしてみませんかというお話です。どうしてみるんですか?こんな準備をしてみませんかって。例えばですよ。じゃあ、現状団体とか大規模向けなんだったら、団体や大規模を、ですから、ここが肝心です。ここが肝心です。視野に入れてみるってことです。いいですか?団体になれとか、団体を作れとか、大規模なことをやってはどうですかっていうお話じゃないんです。これを視野に入れてみるんです。つまり自分の中で可能性はあるかな、ないかなっていうふうに考えてみる。そして考えた上で、可能性はないなとか、可能性はあるな、あるけどやらないとか、あるからやるとか、こういうことを頭の中で、もしくは仲間を巻き込みながら考えていくって、これが非常に俺は大きいし、おすすめだし、2021年、ぜひ、この年末年始でもいいですね、やってほしいなというふうに思います。で、この団体や大規模を視野に入れてみるってことで頭の中でってシミュレーションしてみるわけですけれども、じゃあそのシミュレーションの中でですよ、もちろん視野に入れてみるだけですから、自分でやる、もしくは自分でやることを視野に入れて、ちょっとこうシミュレーション展開、こうなるかな、あの人と一緒に、団体だからね、誰かと一緒にやるわけですよ。あの人と一緒にこんなことやってみようかなっていうシミュレーションしてみたりとかって、こういうこともありだと思いますし、そしてもう一つ、ちょっとね、俺こんなこと考えてます。音楽に乗ってみる。実は音楽っていうのは株式会社クリアって言って、俺の会社で、運営してるわけですけれども、俺実質一人で運営してるわけですけれども、この音楽の方でも、うち団体じゃんってことに気づきまして、なので、これから調べて、文化庁の方にもちょっと担当者さんとかね、今年仲良くなった担当者がいらっしゃいますから、この方といろいろ取材をしてみて、音楽の方で何か、場合によっては、大規模、ね、それ団体として何か主催ができないかなって。そこのところにですね、この YouTube 見て、2021年もしかしたら音楽のグリさん、やるかもしんないのって、私ちょっとそこに何々係で乗ってみたいとかっていう方がいたら、メッセージください。LINE アットの方にね。で、そういう声がいっぱい多かったら、やっぱ俺も、こんだけ重要なんだったら結構一応やってみようかなみたいに思うわけですよ。こんなものをね、ぜひ視野に入れてやってみてもらえたら嬉しいなというふうに思います。だからほら、さっきも繰り返しましたけど、視野に入れてみるわけですから、シミュレーションですから、もうやってみるのはもうリスクないですよね。誰にも怒られるわけないし、やんなきゃダメだぞって言われてるわけでもないし、ね。考えるのは自由です。シミュレーションするのは自由です。妄想するのは自由です。どっちかっていうと、こういう創作活動って皆さんお得意なんじゃないですかね。俺はそう思います。こうやってね、もう自由に発想広げてみてくださいよ。一緒にね、広げましょうよ。なんなら一緒に語り合いながら。そして、考えるのは自由ですって書きましたけども、今はですよ、今この時期、コロナウイルスでね、まあ今はもう本当になんか第3のね、波とかって言われてますけど、いつもと比べたら実はこの第2領域って呼んでますけど、この考える時間、第2領域にかけられる時間っていうのが、いつもより多く取れたりしませんって。今までだったら、これ準備して、練習して、稽古して、何にも考える時間ないって。こういう方多かったですよね。2020年、コロナウイルスはちょっと困りごとだったんですけれども、だけど、考える時間という意味ではものすごい山ほどできましたって方多かったじゃないですか。俺とやり取りしたじゃん。あなた。ね。こういう時間多く取れたりしませんかっていうことで、この第2領域って言葉今使いましたけど、これ、ちょっと7つの習慣っていうのがありまして、これ、このインストラクターもやってるんですけど、すんごい平たく言うとですよ、第2領域ってどういうことかっていうと、これ第1、第2、第3、第4って分かれてるんですけど、これ何で分けてるかっていうと、この縦軸と横軸に分けてまして、緊急か、緊急じゃないか。緊急か緊急じゃないか。そして上下は重要なのか重要じゃないのかっていうふうに分けて、これね、すんごい画期的な、俺ね、これ何年前だっけな、十何年前に知って俺の人生が変わったんですけど、今日その話はしませんけど、第2領域っていうのはここなんですよ。1、2、3、4ってやって、何かっていうと、重要なんだけど、緊急じゃないよっていうのが第2領域なんです。これほっとくと本当にできないんですけど、ものすごい重要なんです。重要で緊急だったらみんなやるよって話です。重要なんだけど緊急じゃないやつっていうのは本当にほっといたらできない。それがさっきで言うところのこういったことを考えてみませんかって。私の音楽人生の中で団体とか大規模っていう可能性はないのかしら。あるんだとしたらどういう人とやってったらいいのかしら。音楽と組むっていうのもありなのかしらっていうことを取る時間が今どっちかっていうと今までと比べたら比較的ちょっと多めにあるかもしれないと思ったら、この第2領域のところに時間をかけてみませんかと。ね。まあ、第2領域の話はこれぐらいで終わりにしますけど、これ興味あったら、栗さん、第2領域の話をもうちょっとしてくれっていうふうに、リクエストください。音楽の LINE アットの方に。はい。さあ、そんなわけで第2領域というところにね、かける時間、こういった考えるの自由ですから、こんな準備を2021年してみませんかっていうのを年末年始に考えてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。さあ、ここまで話してきましたけれども、2021年、今のところ文化庁の補助金は個人を対象にしていないということであれば、だったらここからが音楽家さんのめっちゃ得意なところですよ。いいっすか。与えられた条件の中で何ができるのかっていう、ここです。これ音楽家さん本当に得意です。与えられた条件の中で何ができるのかって。与えられた条件じゃなくて、ああいうのがあったらよかったのになかったのにっていうふうに思っても、また現実にスーって戻ってきて、まあ今与えられた条件の中でやろうやっていうのがものすごい得意なんです。自分で知らないかもしれないけど、この与えられた条件の中で何ができるのかという、ここを2011年見つめながら、ぜひ一緒にやっていければなというふうに思います。今日のお話はここまでになります。ね。まあなんか今日のお話良かったよって思う方いらっしゃいましたら、ここのところね、チャンネル登録っていうかなんかこの辺ありますよね。これぜひ押しておいていただければと思いますし、この辺に高評価っていうのが、栗さん良かったよ、私はグッドだと思うよっていうのがありましたら、高評価プッと押しといていただけると、押した、ありがとうね。すんごく嬉しいです。はい、というわけでまたね、他の動画でお会いしましょう。